おはようございます。こんにちは、コマタクバでございます。ギャマでございます。エンタメ通信第31回でございます。 この番組は YouTube にて毎週木曜日曜夜19時配信中ゲーム実況シリーズ「編集したらまるが旅立ったのメンバー・リャマト・タクマが日常的な話からゲーム実況の裏側まで喋りたいことを喋りまくる番組でございます配信サイトはアンカー Google ポッドキャスト Apple ポッドキャスト Spotify で配信されていますのでお好みのサイトアプリでお楽しみくださいまた変旅通信は毎週水曜22時半から YouTube 変旅チャンネルで公開収録を行っておりますのでお時間ある方はぜひ遊びに来ていただければと思いますシェア どうですか最近いやーねー9月9日に「スプラトゥーン3」が発売されておおありましたね<は>スプラがねもう今動画投稿も始めてますけどねえー、えー、僕見てるだけですけど、えー、楽しんでおりますよ大層、えーうん、楽しそうに海外の言葉をそうね母国語が出ちゃう <laughs> いやあのー、まあスプラトゥーンのなんていうのコメント拾うとかは、うんまあ、あんまやんないと思うんですけど、うん 何せ第1回第2回と母国語が出てるんですよ。出ちゃうんだよね興奮すると。で第1回はまだ言われたらほんのり聞こえるけどでも俺にはちょっとみたいな,、うん、なんかそう聞く空耳でその言いたかったこと聞こえるよねレベルだった、うん、第2回に関しては、うん、一切分かんなかった。あのねあれ、うん、実は、うん、俺も全然分かんない。<laughs> <laughs> ちゃゃんとじないいですかかちちゃんんとわななみに第1回のリャムさんれ第1回のあのアラビア語はさ何て意味かあれ何だったっけそれ編集で言ったっけ編集をさ配信でしてた時に言ってたよねあはそうそうそうあのまあもし知らない方向けに言うとあれポテトチップス食べたいっていう意味だ第2回はちゃんとルビー振ったんでネクタイを投げ 投げるなって書いてあったと思うんだけど、<laughs> あれ大元のね、俺が日本語で打ってアラビア語にしたときは、超ネクタイを放り投げないでくださいっていうので、書いたんだけど、えっと、それがまあ、アラビア語になり、アラビア語、俺なんて書いたか忘れちゃったと思って、もう一回翻訳やったら、ネクタイを投げるなって書いてあった。<laughs> <laughs> ででああれちょっとね編集にもこだわりがあるんですよ、はい、ぜひあの見てない方はね、えー、編集したら余白が旅立った「うん、スプラトゥーン3リヤマさんのソロ動画が上がってますので見ていただきたいんですけど、うん、あれ横文字なのに右から出てるでしょあーはい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 あれアラビア語って、うん、あの書き方らしいんですよ読み方右からなんだよねそう横文字右からだから昔の日本語の,、うん、あの書き方と一緒なんだよねそうなんね そうだからあの横文字なのに逆から出てるのはそれが理由なそう,うこだわってるわーと思って見てた俺なんか知識出したもん俺、うん、クイズノックで見た知識出したもん <laughs> 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 クイズノックのえー、っとーーなんだっけ JRA かなんかとのコラボ動画で、うん アラビア語で問題出されてもクイズ答えれるんじゃないかみたいな企画があってそれの時にその右からなんだよねって話をしてたのを思い出して参加誰かが「あそうなんだ」っていうのを覚えてて<う>右からスーって出したっていう <laughs>、えー、細やかなこだわりを <laughs>、えええー、出させていただきまして、えー、でもスフラお面白そうだねもう見てるのがね、うん、なんか辛くなってくるね。 こうなってくると楽しいぜだってりゃさんはほらいろんなさ戦いを経てる経てるわけじゃないですか僕はりゃさんの同じ試合を何週も何週も見てて知らないゲームを面白そうな知らないゲームをつらいね楽しそうなんだもんそして楽しいよだっていやあのねえ APEX とかもやりますけどあの じて僕ゲーム好きだけどそんな上手ではないんですねそもそもエーペックスとかだと先に死んじゃって人の画面をひたすら見続ける時間とかが出てくるんですよ僕まあそうまあ俺,俺もあるけど、うん、ただスプラトゥーンはね試合が終わるまでずっとリスポーンするんですよそうねバーンって死んだら次死んだら次ってそう最後まで楽しめるトップを見てそういうゲーム <laughs>、うん ごめん。決めでかぶっちゃってごめん。<laughs> いいよ <laughs> あ。ちゃんと目立たせて編集はしとくから。<laughs> いい。なんかそこいだったらエコーかけるから。やめ,やめろやめろやめろ。そこまでエコーとリバーブ両方かけるから。<laughs> だってここ使われるんでしょやだよ。<laughs> <laughs> トッポみたい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 しとくから。<laughs> <laughs> すごいな。ディレイがすごい。<laughs> あのー、そういう系の FPS も最近あるんですよ。 そういやんん死死でで生生きき返返ってはいはいほい,ほい,ほい,いやまあもうべ結構ベーシックなえっ、ー、と、うん、fps というか、うん、う無料のやつで今なんか話題になってるとかなってないとかで発売されて結構エイペックス系の人たちが二分化してる感じ、うん、fps とかを上げてる人たちが方、うんうん、やスプラトゥーンの動画上げ始めたり配信やり始めたり方や。 その別のゲームやり始めたりでしかも、ま、無料だし日本のサーバーもあるらしく<ー>まだや俺もまだ触ってないんだけど、うん、近々触ってみようかなとかその時に山さんがなんかマウスキーマウ練習がてらやってみりゃいいのにとか<ー> <laughs> そんなに <laughs> いやもうマイクラでエッチラオッチラなのにって思ってるんですよ私まあまあまあそこら辺はほらコントローラーもそうだけど慣れじゃないですか まあまあまあそうですね僕も今コントローラー頑張ってますけどいろいろ調べて大変大変別のえガジェット使うって大変だよ、うん、本当にマジでへえー、が慣れないよア山さんはねあのソロ動画が始まって、うん、勝手に楽しんでおります、えー、楽しんでらっしゃって僕は僕で動画撮ったんでうん あのー、頑張って今、まあ、いくらを編集終わったら金曜に上げれるかな金曜に上げれるかな上がってるかなかそうだね <laughs> 金曜に上がってるかなーえー、ちょっと分かれないですけども私も始まりますので、えー、楽しみにしといていただければと思いますとはいたくまさん、えー、最近どうすかえっ、ーえー、話し始めちゃうこの時間で、うん、いっかうんえどっちの話する上と下 多分一個だと思うんですよ。両方ちょっと長めには、長めというか喋れちゃうから。上かな。上行きます、うん、あの、先週に引き続き映画の話なんですけど。<laughs> 見てるんですよ。やっぱ映画とかそういうので、うん、なんていうの色合いとか。はい,はいはいはい。演出とか。そういうのの勉強になったりするのよ。展開とか。で、 ここ最近アマゾンプライムで解放された映画が一本あって。はい。それがバイオハザードウェルカムトゥーラクーンシティっていう。はいはい,はい、はい、バイオハザードの新しい去年おととしぐらいに公開された映画で、本当に数日前まではレンタルとか買い切りとかしかなかったの。うん,う,んうん。それがアマプラに、あのー、見放題に入って、はいはい。まだ期間あるから、無料期間があるから、見てみようって気になったから。うん。で、もうすでに、 なんていうの、えー、レビューってのがあるじゃないですかまあ、ね、レビューには別物として見た方がいいというその実写化映画、うん、実,写系実写化系映画のあるあるが書いてあって、うん、まあまあまあいっかと思って見てみたらまあまあ細かいことまでは言いませんよ最近そのアマプラになったばっかだから,、うん、だから気になる人見てほしいんだけどまあちょいまあホラーはホラーですよそりゃ、うん、バイオハザードですしそうね で、ウェルカムトゥラクシティって何かっていうと、うん、あの、バイオハザードの、初代バイオハザード。はい,はい。1>, 1の話なんだよね。はい,はいはいはい。1>, 1とね、2が若干混じってんのかなうん。一応1なのかな多分洋館が出てくるんで。うん、でも、映画、バイオハザードと言えば、ジョボビッチじゃないですか。はいはいはい。ジョボビッチのあれが、ちょっとバイオハザードの話から、話というか原作とはちょっとずれてるけど、 映画としては素晴らしいというか、うん、すごい話題になって、すげーってなってた。まあ、あのー、タイラントじゃねやえや、ー、追跡者、ネメシスが、映画では、バイオハザードのそのジョボビッチバイオハザードでは出てたのかなとかで、おーすげー,な,ーっなってなってた中で、えー、っと、バイオハザードウェルカムトゥラクーンシティに関しては、そのワンのやつだったんだけど、うん、もうね、そのゲーム自体さ、 10時間とか十何時間とかさ、かけてクリアする。うん。じゃない。うん。それが1時間半ぐらいにギュッてなってるのそっか。そう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 。ギュッてなるのはいいの。いいんだけど、ギュッてして、主捨選択をしてない映画って感じだ。えあの名シーン入れたい、この名シーン入れたい、あれ入れたい、これ入れたい、あの、えー、ゲ,ゲームの中に出てきたあれを使いたい、これを使いたいずーってやって、ギュッ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 ってやりすぎて、うん はぁってなる感じなの。<laughs> <laughs> 収集がついてないんだね。そう。あとね、人格崩壊が起こってるのその、<お>ゲーム内のキャラクターが。はい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 。だからね、あの、ゲームの内容、えー、名シーンを入れたいがために、その辻褄を合わせようと、人格が変化してる感じがあって。うん、例えば、えーまあ、ゲームで言うと、えー えー、有名どころのウェスカーっていう最近『デッド・バイ・デイ・ライト』のキラーにもなった冷酷、えー、無慈悲な、うん、アンブレラっていう悪、えー、黒幕側の人間なんだけど、えっと、が、まあ、警察官を、うん、の中に入ってスパイみたいな状態で入って、えー、ワンの最後にはもう裏切ってるみたいな感じでもともとサングラスかけてオールバックでいかにもボスみたいな。はははいはい、はいいるね。 でも一応最初は仲間なんだけど裏切っちゃうみたいな感じなんだけど、うん、えっと、映画ではすっごいいい人なの。<え>仲間を超大事にする人。もう、超お人よし。え、もう何もかもが変わってきちゃうじゃんあ。てかね、もうサングラスも最初かけてない。えトレードマークじゃん。全然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 。全然全然。じ,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 じゃ誰ってなるじゃん。 よし、行くぞみたいな感じじゃん。うん、お前はあそこに行け。お前はあそこに行け。みたいな感じでしょうんうん、ちょっと気をつけてね。あっち危ないかもしれないから気をつけろよみたいな感じ。キャラ的には。え、最初に死ぬ人じゃん <laughs> <laughs> そんなん洋画で一番先に死ぬ人じゃん。<laughs> うんと、最後まで見ていただいてどうなっていくのかとか。うわ見ていただいて。もうね、2出すのこのテンションでと思ったよ。うん、最後。うん、っていう終わり方したら。 よくあるやつであのエンドロールが終わってちょいみたいなはいはいはい似合わせっかいねそうだしえっ、ー、とえっ、ー、とね,、えー、とねジルじゃないやえー、ジルじゃないクリスじゃないえー、レオン、うん、えーとバイオハザード2の主人公か、うん、レオンがすっごい主人公なのほう すっごい主人公なんだけど、どっちかっていうと、まだ能力を発揮していない巻き込まれ系主人公になっちゃってる。はぁ<ー>。もともとのそのバイオ2とかのレオンって、えっ、ー、と、まあ、他の町から、そのラクーンシティの警察署に赴任してきた日に、もうあの事件が起こるみたいな感じなの。うんうん、で、それでもやっぱ危ないとか言って、大丈夫かよし、ついてこい。俺から離れるの危険だみたいな感じなの。うん、RE2 っていう、そのリメイクされたゲームそんな感じなの。うんで このウェルカムトゥーラク l シティに関しては、おい、なんだよ、これ、どうすりゃいいんだよ、こいつら何なんだよ、みたいな感じなの。ちょっとコメディ入ってません <laughs> あまあ、俺の今の表現がコメディーなんだけど。まあ、でも本当にその巻き込まれ系主人公というか、ね、で一番最後にね、まあ、名シーンというか、ワンの名シーンなんだけども、えー、っと、ロケットランチャーでぶっ放すとか、ま、うん、あ、あったりっていう、その、えー、っとね、えっとね、ゲームの要素で言うと、 えー、例えばリッカーっていいうやつがいたり、うん、ゾンビが出ますゾンビのシーンもあのンの有名ななんか洋館に突撃したらゾンなんかクシャ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 こう人がうずくまっていて振り向いてゾンビっていうあの有名なシーンがあるからガーッてあれも誰もが初めて見た時はトラウマになったと言われるあのシーンが入ってるでーえー、っと2かなツー2」で出てきた。 トラックのうんちゃんがゴーって突っ込んでく最中にゾンビになっちゃってバコーンって爆発してなんかいろいろ大変なことになるとかが入ったりその脱出の時に列車が入ったりとかえっとね細かい本当に細かいよ、うん、あこれゲーム好きしかわからんわっていう細かいネタがいっぱい入ってるのよ本当にあのショットガンの弾の入れ物があのゲームに出てきた入れ物とかあちゃんとね そう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 怪演出だなーとか見てるんだけど細かい演出なんだけどその人たちのキャラクターがなんだかぼんやりしてるというかそうねちょっとそこは急に原作から離れるんだねみたいなそう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 なんかうやうやうやって感じでえー本当トに2やるのこれっていう,うんどうなんでしょうっていう映画なまあ出たてなのでネタバレとかネタバレもないもんないんだけどねまあね正直ゲームとかを知ってる人からすれば うん、ここ行くんだあれ行くんだっての分かるからただまあなんでしょうね、えー、俺は見てないけどハガレンの実写化を見たらこういう気持ちになるのかなと思った。<laughs> 勘のいいガキは嫌いだよ <laughs>、はい、ということでこの番組では皆さんのお便りを募集しております <laughs> アンカーのサイトタクマのツイッター、えー、リヤマさんのツイッターに投稿法も掲載しておりますのでお気軽に投稿していただければと思います 今収録時間四十分超えようとしてるんだよ。変態だね。あの、壁貸しならのにエロかし。違うんだって、<laughs> お前ら分かってねえな、<laughs> マジで。ご唱和ください。変態。トップ見て。トップ。トップ。トップ。見て。前回の変態。はい、このコーナーはですね。先週アップロードされた変態のゲーム実況の裏話や動画に寄せられたコメントを拾っていくコーナーでございます。正解が。まずは日曜十九時更新。はい、ストレイン。 猫と新世界からの頼りシャープ7編集したら休みが旅だったでございますはい。まあ、これでねちょっとこの世界の全容のいが少しぼやっと見え始めた感じがしたよねそ,そうね動画の中では俺も図解したけどうん <laughs> あのカポーってわー出れないとてもわかりやすい子供でもわかる、うん、あの図解したんですけど<う>まあ人間が えー、アウトサイド、うん、外の世界がやばいから蓋し,したら出れなくなって「わ、まあ、大変!」「バカじゃねえの」っつってね死んじゃったというか絶滅したんかねっていうまあ、ねえー、ところで、えー、と外,の外に行ったと言われるメンバーとの通信ができたり何だったり、うんえー、そんなところ の話に繋がってって我々はまあ外に行こうと向かっている最中という感じですね。ですね。うん。いやー本当にねこうなんだろうちょっとん本当にぼんやり猫ちゃんが謎のところにいるぐらいの情報だったのが一気に開けた感じがして、うん、なんかもう先がどうなるのかとかっていう。 じゃあこ,ここ以外のところ上の上層階スラムではないとこねそうそうそうがどうなってるとかじゃあ本当にそのアウトサイドと言われている場所は一体どうなっているのかとかっていうのがすごい気になり始めるタイミングだなって思って,やって,てうん今後行くのかね上層階にも。それもなんかた,だただ今は 外に向かってるってだけなのかな。ねえ、そう、どこまでがもう猫ちゃんの行動範囲になるのかっていうのもわからないまま、バッと出されただけなんで、うん、いろんなことが気になるっていう回だったのかなっていう気はする。はい、うん、そんな中、こんなコメントいただいております。はい、ええー、てんてんさんからコメントいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。令和になって自分の名前がこんなにも連呼されるとは、党の方にも思っていなかったでしょう <laughs> といただいております。<laughs> ドボルザークですね。はい、ドボルザークです。<laughs> あのね、編集、あの編集思いついたときは、俺もね、ガッツポーズだったね。うん、天才だったね。<laughs> ドボルザークっていうたびに、うんダ、ダーン、ダン、ダン、ダダン、ダン <laughs> 新世界だっけ新世界、うん。いやさ、<laughs> 読めないんだもん。なんだっけだえっ、ー、と、なんかクリスタルガイザーク,クリマタイザー クリスタルガイザーみたいなさなんとかないザーみたいな感じだよねでもそれすらもうぼやっとして読んだのも思い出せずドボルザークになっちゃった俺の中であれドボルザークをね発言するたびにダンンダンンあれはねいやあの編集をしたものを見て俺もよくやったと思うしこのははは 編集をしてくれた,たくまさんもないっすと思って。<laughs> ね、最高。だって別に言うたびに俺これ書けるからもうちょい言ってよとか、その AD 的なディレクション的なことはやってないからね。うん、天丼天丼で持ってきてくれたから編集でね。うん、天丼天丼でやらせてもらったけど。もうね。め俺も、あれ自分でね、うん、あの、動画チェック、電車の中でしてたんですよ。うん、マスクの下にっこにこ。<laughs> <laughs> えー、コメントいただいております。はい、えー、あそこのシーン笑った。あそこ強すぎた。なんなら拓馬さんは止めてる。いや、違うの。止めてないのよ、俺は。あれはね、もう、できれば、俺の心の中では、また出てこい、なんとか退座ってずっと思って、うん、で、もう一回言え、ドボルザークって。うん、そしたら俺が、でもね、俺も自分のこと褒めていい一回。いいよ。褒めよ <laughs> 山さんも自分のこと褒めたでしょ、褒めたさっき。ね。俺も一回褒めさす。うん、よくあの速度で新世界出たと思ったも、うん、すごいと思う。<laughs> ななんなら俺編集されるものを見るまで <laughs> ドボルズ・ザークって何の人だか一致してなかったかんだ、ね、俺ああだからもう新世界ですよそうであれであ、ね、この人かってなった俺 <laughs> そうそうそう <laughs> 2>, 2人の何、えー、だろうえっ、ー、と収録のボケと編集のボケの結晶があれです、はい、<laughs> 素晴らしいえー 今回 <laughs>、えー、収録コメントいただいております。ーそれいじんのかよ <laughs>、えー。楽譜読めないのに新世界は分かるんだな。<laughs> あるよ。どんだけ音楽聞いてきてると思ってんだよ。はい、音楽を俺は音楽を目で見てないの耳で聞いてるの。はい、き心で感じてんの。気になる方はあのバイ「バイオハザード」シリーズでくまさんが楽譜読めないシーンがあるんで。はい、バイイオハザードがあれでもマインクラフトで俺が し大爆発してるの見ればいいよ。<laughs> ぜひね、はい、チェックしてみてください。えー、はい。ということで、お話が上がりました。えー、続いて、木曜19時、マインクラフト、マイクラ、ロマンと後悔と、時々魔法使い、シャープ8、編集したら思い出が旅だったでございます。はい。ついにね、エンチャんトエンチャんトやりましたね。ねえ。本当に不服。<laughs> <laughs> 納得いってないから。いや、でも、おかげさまでね、うんあの、新キャラが誕生したのでね。あまあね。<laughs> <laughs> えーあのー、初めて、うん、我々も知識のないぼんやりとした知識の中で作ったエンチャント、うんうん、でしかも俺もエンチャントなんてレベル使うぐらいは知ってたんだけど、うん、レベルに何だっけあれクリマタイザーじゃねえや。何何何何えー、ス,ピルスピルバーグでもないやえど、ええー、れえっと。 あれなんだっけかあの青い石。あ、ラピスラズリーですかラピスラズリ。<laughs> <laughs> これは、これはあれだよ。全然かかってないからね。<laughs> もうね、さっきのドボルザイクの流れがずっと頭の中にあった <laughs> えー、ラピスラズリーが必要になったっていうのをちょっと知ってた、知ったぐらいで、うん、それからもうほとんど情報もない中、うん、えー、手探りで作って、まあ、ちゃんとね、うん、あの、規定の15個。うん 作りましたと。ええ、来て、ね、最初から言っていた15個、ええ。最初からもうあんだけ散々最初から言っていた15個を作ったやつですからね、ええええ。魔法を使って減らしたけども。編集、ええ <laughs> という名の魔法を使って。 多分んバレてないから大丈夫そうだよねバレてない、うん、今これ言ったけどもバレてない、ね、いだにバレてない魔法って便利だなということでこんなコメントいただいておりますはいナナ、えー、さんからコメントいただいておりますありがとうございますはいありがとうございますね何あの本棚びっくりしちゃったこの字型に2段って自分で言ってるのに2段目3つって完成品見てこれで合ってるよねってなってるの笑った合ってないですプクスクス <laughs> とコメントいただいております。<laughs> あれ <laughs> 合ってないんだって。俺<れ>ほらてか山さんこの字って言ってるのに、この字じゃないんだもん。間この9が2個あるのはダメなのか。なんか凸の字みたいになってるって。いや。俺最初ね。理解できなくて、この字でこの字,字でって言うから、本当にこの字をでこの字で。 俺はエンンチャント台を囲うもんだと思ってた、うん、だからこの個数かなって本当は最初言ってた、うん、真ん中の数だけ、うん、で周りいっぱいです最終的 <laughs> 300<笑>まあみんな気づいてないと思うけど350みたいな話になってたじゃないですかで真ん中の数言ったらいや違うよって言って、うん、真ん中通路開けるじゃん通路ってこの字の通路ってこれだよなえ数合わないんだけどと思ってで、まあ、最終的にその山さんに「 あ途中で急に松明出てきたでしょ、うん、俺あれ理解できなくて山さんに松明を置いてもらったそ,うそ,うそしたらそのとつの字みたいなのができててああなるほどと山さんの融通路はこ,ここの横の出っ張り出っ張りというかまあなんていうのとの字のこの部分、うん、込みで入り口なんだなみたいな思っててそうそうでもしかしてそ,その人そもそもだからさあれでも本棚15個あるよねあれ15個はあると思ういやあんのか ななななんんかかそこが怪しくってきただよね個い最初最初というかその残ってたもともと置いてた本棚自体一番最初に置いてたのあの皮集める前ってことだよねそう7個ぐらいあった気けする。まあ見てください動画うんフフフそして山さんあってないそうですでも俺その後気になって調べたんですよ作った後にはいはいはいじゃ作る前から調べちゃいけないと思ったから作った後に調べたんですよ うん、一エンチャント台から一マス開けて置く、うん、置こうように置くってこと、うん、で同じ段もしくはその一個一段上にが影響範囲ですと本棚がで15個がマックス値ですって本棚置いたまあちょっと音声だけでは分かりにくいと思うので、はい、動画見ていただければと思うんですけどまあ最終的には埋め尽くせばもう関係ないでしょ、えーえー、よろしく。 それは共同でやろうぜ <laughs> <laughs> やだよもうだってちょっと集めただけでさ地獄を見るっての分かったもん <いや S 1> こ今後はだってほら見つけたらやりゃいいし今後もしかしたらその, <うん S 1> あの農場を作るかも農場というか牧場を作るかもしれないから<う> <えー S 2> いいんじゃないですかね倉庫前いっぱいいっぱいに牛牧場作ってやるからそしたら <laughs> 別のとこに作ろうよ <laughs> 処理落ちするレベルで。<laughs> ギチギチにしてやるから、ね、<laughs> 先に落ちるのはお前の方だから。ということでマクラね、はい、まだまだ続きまして、はいえー、先に言っときますがシャープ9、えー、そしてストレイシャープ7に関しては、うん、ちょっと毛色が変わってまいりますのでご覧頂ければと。 お楽しみにしといていただければと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますヘンタビ通信のお時間でございますそれでもあなたは我々を押しますか AC ジャパンはこの活動を応援しています最終着地なんかあんまり変わんないようで <laughs> ご承諾くださいヘンタビ <laughs> ということでそろそろお時間の方が迫ってまいりましたはい お便りの方お読みいたしましょう。はい。マクド・ジョレンさんからお便りいただいております。ありがとうございます。ちょっと待って。マクド・ジョレンさんマクド・ジョレンさんじゃないのいや、なんか、もう一単語なのかなと。マクド・ジョレンって、そういう俳優さんいそうだけど。<laughs> マクド常連・ジョ常レン。ジョレン。<laughs> いそうだね。俺も言ってて思った <laughs> マクド・ジョレンってこうか、ちゃんとお便りね、漢字、ジョレンさんのジョレンで、ちゃんと漢字できてるんですけど、うん、マクド・ジョレンって言うと。<laughs> ミラジョボビッチマクド常連 <laughs> <laughs> デープスペクター <laughs> <laughs> ちょっと毛色が違うな <laughs>、えー、お便りいただいておりますたくまさんりゃまさん,こんにちは。こんにちは,にちは最近涼しい日も増えてきて夏の終わりと秋の訪れを感じています私の中でマクドの月見バーガーが出始めと あー秋だなって思ったりするんですがお二人はマクドのバーガーの中で一番好きなメニューは何でしょうか定番のものでも期間限定だったり最近は出ないけどこれ好きだったなーみたいなものがあれば何でも大丈夫なのでぜひ教えてくださいとお便りいただいております私はもう一択っすよえー決まってるんだもうもうもう俺はもう決まってるバーガーでしょバー,ガーバーガーにしよう サイドはなしにしよようバ、うん、バーガーーーガガででょすよもう僕はもう一択ああそうマック行ったら絶対これがある俺結構変わっちゃうんだよなその日によって絶対っすよ僕は今日の日で決めればいいんじゃないそしたら今日今日この日に、えー、好きなメニューいや今はもう完全にあれだねすき焼き月見だねすき焼き月見美味しかったんだいやうまかったないけどうまかったよ <laughs> ああそう<ん>うまかったね もう大豊作いろんなハンバーガーだけじゃなくてさ、うん、そケンタとかでも月見出るじゃん出るあそこらへんもなんか今年の月見は盛り上がってるよねねえっと、ケンタッキー、えっと、モスバーガー、うん、ロッテリアでも月見があるのマクドナルド多分4社ぐらいはある確か、まあ、月見競合社がそう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 今年すごいんですよ 月見せろ月見せろと客が押し寄せてくるんでしょうね。<だ>その中でもマクドナルドは今回3種類、月見、普通の月見バーガーとチーズ月見、うん、これが割と毎年ベーシックで出るんだけど、今年はそれにプラス、すき焼き月見みたいのが出てるんですよ、ねうん。俺、1個疑問なんだけど、うん、その1回リスナーにも聞いたことあるの、僕の配信で。うん、月見とそのえぐエグチとかあるじゃないですか。うううんうん、うん その違いっちゅうのは何なのえーっとね、多分ソースま,まさかそれが分かってない,ってないソースは違う、まず。あの、まず、えぐちどういうふうに多分あの、普通のハンバーガーとかって、あの、マクドナルドケチャップじゃないですか。まあ、ケチャーマ、マヨがあったり、ケチャかかってたりだよね。うん、ピクルス入ってとか。月見用のソースなんですよね。月見用のソースはどういうソースどういうソースうん。 なんか、ケチャップではないってのは分かるでしょあ、そう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 ,そう。どういう感じの、今後ね、今日、今日というか、うん、まあ、キンキンで聞いてもらった方々が、ちょっとバック行って、月日行ってみようかな、みたいな、<う>思ってもらえる、思ってもらわなくてもいいけど、あ、こういう味なんだ、みたいな。調べるなよ。えっとね、<laughs> <う>調べるなよ。調べないよ。あの、少なくとも白っぽいんですよ。もう見た目がもう、食ってるときにね。マヨネーズとかそういう系なのあ、多分、マヨネーズベースなんだと思われる。はい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 。から、なんか、 さっぱりしてるみたいなでもコクあるみたいなイメージでは食べてるただそれに何が入ってるとかまでは分からん,んかど,どんな味なの、えー、どんなど,どんなこ,これに近いとかあ甘めなんだよねとかあーあと酸味度合いとかだと同じマクドナルドだとビッグマックとかのソースに近いオーロラソース、うん、だけどもうちょっとだからマヨネーズによってると思うああなるほどね なんか違うソースだから、だからその時にしか結局食えないんだよね。ちなみにその、まあ、3種類食べてたじゃないうん。山さん。うん。その、ノーマル月見と、うん、多分そのチーズ月見は同じソースだと思うんだけど。一緒一緒。すき焼きのろうが同じソースっぽい。えっと。すき焼きはもうすき焼きがソースになってる感で出してくるあっす、後者それともすっぱだかになったオーナーが出てくるの逮捕です。 なんで、ね、年,年一で店長入れ替わるのそういう理由とかだったりとかする <laughs> 多分、あのー、俺が聞いた話だと、ポテトが上がるたびにおちんちんを振りながらティーローリー、ティーローリーってやって <laughs> <laughs> 訴えられろ、一回。<laughs> 聞いたけど、そうじゃないの。マクドナルドの偉い人に怒られてしまえばいい。<laughs> そう、あの、照り焼きマックバーガーに近い。照り焼あ、に近いんだパ、うん。パティ自体に、こう、ソースが。 まとわりついてる言い方が汚いは,いは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 い <laughs> くぐらせてあるみたいなイメージあのつくねみたいなつくねたれで頼んだら、うん、出てくるみたいなそう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 みたいなのが今年で多分その月見のソースもあるんじゃないかな多分月見ソース月見ソース知りたいなってちょっと思っちゃったな悔しくもいやなんか食べねえとか言ったけど美味しいですよねベー,ベーコンと一緒に食べておいしいってやってるフ <laughs> やばいな山さんんに食レボ任せらなないな <laughs> うんダメだよおいしいしか言わない <laughs> 基本いや俺もそうだけどねおい、うん、しいしか言わないけどいや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 あなたは言いますよこれ<う>あこれが入ってるんだとかってなんかブツブツ言ってる <laughs> <laughs> いやブツブツはやばいじゃんブツブツはやばいじゃんちょっと隣ですっぱだか店長いるよ <laughs> なんか一人でこうさ食べてるものをさ両手掴んで、うん、こうなんか隅々まで見るみたいなとこから始める あ見るかもあ見てるかも結構食べ物食べてる時見てるんだよねたくまさんなんか真似できるとこ真似しようと思ってんのかな、うん、でうわこれあこういうのが入ってるんだから見て始まって食べてえ、うん、って食べながらもぐもぐしながら見てるからね結構 <laughs> <laughs> 結構無意識あるかもいや、うん、で,でも多分そうだと思うなんかおい<う>、ま、しいとこ真似したいとかそうな何か 真似するために何が入ってるのかが知りたいとかっていうのがあるから結構見てるとか、うん、すっごい考えながらもぐもぐしてるんだけどあとよく聞かれるのよあれ食べたんでしょどうだったのみたい、うん、であとなんかさ特殊なもの入ったりするじゃん期間限定ものああまあねだから例えばなんでしょうね、えー、玉ねぎとかさ、うん、入ってたりしたら「玉ねぎ大丈夫?」みたいなのも言えたりするから、うん、しゃべるようだよねもうね <laughs> そうだよねでももう俺あれどうだったの食べたら美味しかった美味しかった はい、<laughs> うんってはい美味しかったよってなるだけだからねまあそうかうまあそうかもしれない最近食べたバーガーの中だとやっぱそれが美味しかったよって感じだよねすき焼き月見バーガー、うん、美味しかったすっぱだか店長特製だ一回怒られてくればいいと思う <laughs> <laughs> チンチン振り回しティロリティロリ <laughs> <laughs> 働きていなくなるぞ <laughs> わあ、そうか、月見か。うん、まあ時期的にもそうよね。冬になったらグラコロみたいな。そう,そう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 。もう俺は決まってるんで、もう。なんすか。僕はもうマクドナルド行ったら絶対ビッグマックなんで。ああ<ー>。100ビッグマックなんですよ。まあうまいよな。うまいし、ほとんどマックに行かないんですよ、僕。うん。もうなんか、なんかのタイミングで俺の中のマクド欲がグ,ググググンって上がって、うん、マクド欲というよりはビッグマック欲かな。 ビッグマッ,ビッグマヨクがブンってなった時にマクドナルドに足を踏み入れるぐらいなのだからビッグマックが食べたいからマクドナルドに行くなんだよねそう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 だってマクドナルド以外で俺ビッグマック売ってるとこ知らないんだもん、うん、知ってる方はぜひ、えー、この番組にお便りをいただければと思いますええー。<laughs> 来ないよいつもち,ちなみにビッグマックの,あのソースって一回売られたんだよね あそうなんだで100個とかかなすげえ100個限定とかで売ったんじゃないっけかな確か秒速で消えそうだけどそう秒速で消えたんだってとりあえずそんな僕はビッグマックを食べに行くぐらいですへえー、だから基本的になんか、うん、ほんとたまに気になる商品があったら買ってみるけど、うん、そこまで気持ち引っ張られないのはははあこれでしょみたいなになっちゃうから、うん、で何回か食ったけど食って ですよねってなっちゃうからさ。あーなるほどね。そうしょうがないなと、まあしょうがないなというか、だから結局めぐりめぐって私はビッグマックでございます。えー、ビッグマック。 マクドナルド以外で販売しているとこございましたら、ぜひ私たちの方にご連絡いただければと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。投稿アンカーのサイト、タクマ、エリアマさんのツイッターに投稿フォーム掲載されておりますので、お気軽に投稿していただければと思います。まだヘンタビグッズ販売中でございます。T シャツ4種類販売しております。アンカーのサイトや2人の ツイッッターからぜひチェクしてください次にお目にかかるのは9月18日日曜19時 YouTube 編集したらまるが旅だったチャンネルで更新編集したら野生みが旅だったストレイシャープ79月22日木曜日編集したら思い出が旅だったマインクラフトシャープ12でお会いいたしましょうお相手はたくまでございました山でございましたそれでは皆さんまた来週 また来週！ビッグマム。<laughs> うん <music>